8月の29日、14時16分、火曜日です、皆さん。昼間の時間ですけど、お疲れ様です。はい、久しぶりですが、ちょっと動画ですね、土日にね、1本作ったんですよ。ただね、それボツにしました。はい、先週ね、週末に作ったやつあるんですけどね。まあ、ちょっとそれを上げるよりもね、こっちの方でもうちょっと詳しい分析ができたので、ビットコインの今後の値動きについてちょっと話していきたいと思います。で、それとですね、ビットコインですが、今後ですね、結構ね、落ちますよ。皆さん覚悟できてますか？大丈夫ですか？はい、ということで、私たちはですね、このね、上昇をね、作ってから、ここの斜めのラインがね、下に行くよと、ね、上はないよって言ってきてから、実際にね、下に下ってきましたね。で、ここの斜めのラインを割ってきてからね、ビットコイン最高の買い場が来るぞということで、この上昇をね、作ってる時にも自分は言ってきたわけですね、皆さんに。で、それが現実的になってきたということで、前回の動画では、ここら辺まで落ちれば、1万8000ドルあたりまでね、落ちればいいんじゃないのっていう話してきましたが、今日はさらに、実は落ちていくっていう話になります、皆さん。ね。はい、ということで、私たちはね、他のチャンネルよりも一歩二歩先を行きますよ、皆さん。いいですね。で、この最高の買い場に備えてください。ね、この最高の買い場っていうのは、もうずっと言ってきたね、話なんで、最高の買い場、一体いくらになるのか、いつ買えばいいのかっていうことについて、ちょっと分析が完了してたので、ちょっと話していきたいと思います。はい、それでは、早速いきたいんですが、まず最初にですね、これナスダックになりました。ナスダック100。ね、相関関係、だんだん強くなってきたね、やっぱね。いやらしいね、このね、値動きはね、本当に。株価はすごく難しい値動きしてます、皆さん今。ね。で、月末まではね、自分はポジション握りますよって皆さんに言ってきましたが、それはね、期間的には、一度ね、月末で、様子見て、ビットコインの最高の買い場がそこら辺と重なってくるんじゃないかっていう話もしてきたんですが、そこら辺と重なってくるのが、波動的にはですね、A のね、終わりになります、っていうふうに思ってるんですね。で、ナスダックの下落ですが、調整っていうか暴落っていうかね、それはまだ続いてますっていうふうに見てますね。今一回戻りが入ってますけどね、ただ月末にかけて下げてくるんじゃないのっていうところもちょっとね、見てるので、まだ株価はですね、着地しないって見てます、皆さん。 OK ですか？はい、ということで、株価は着地しないという見通しができているので、もちろんね、ビットコインも着地なんていうのはほど遠いと思ってます。株価が一度着地した後に、ビットコインは一回上がるんじゃないかなっていうところは思ってるんですが、その後ね、まだ長期的に、ビットコインは下落を続けていくっていう目線になっています。で、皆さんに言ってきた1万8000ドルあたりのね、まで下がればいいんじゃないかなって言った、ここら辺のね、サポートラインですが、今日はね、このサポートラインを切ってくるという話になりますけど、皆さんがっかりしないでください。ね。まさかそんなところまで落ちるのかって思うかもしれませんけど、これは自分のね、勇気の一つの分析なので、そうじゃないと思えば別にそれでいいんです、皆さんが。ね。俺はここら辺で買っていくよって、ね、思っているんだったら、例えばね、2万ドルあたりで買っていくよっていうんだったら、2万ドルあたりで買っていってもらっていいわけですし、ね。俺と同じようにさ、一回この1万8000ドルあたり、ね、までのサポートまでは下がると思ってる人がいるんだったら、ね、俺はここまでで一回買うぜって思えば、ね、その通りにしてってください、ね、あくまでもこれ私の個人の分析なので、ね、なので、一つね、参考になればいいかなっていうようなレベルで聞いておいてください。はい、それでは始めたいと思います。はい、ビットコインですが、本日2万6000ドルですね。はい、相変わらずですね、まだこれね、冷やしで、下降がついてるっていうようなね、話になりますね、これね。はい、ということで、まず全体像ですけど、新しいね、ちょっと分析見てもらいたいと思います。はい、ちょっと週足にしましょう。
あ、週足でした。週足でした。はい、週足でした。はい、ということで、週足見ていきますが、まずですね、前回ですね、こっちのね、ビットコイン、長期にわたっての十何年のトレンドがね、終了しているっていうようなね、エリオット波動のカウントについて話したんですが、そのカウントの仕方がもしかしたらね、まあ間違ってる可能性もね、やっぱりあるということで、これね、違うカウントの仕方なんですけど、新しいの作ったんで、それ説明しますね。ABC です、ここ。ね、皆さん。ABC。ね、この C は、まあまずね、1万8000ドルだと思ってもいいんですけど、とにかく、調整終わってからのね、ABC です。ね、まあこれも調整に入ってるんですけど、ね。うん。はい、それをね、逆に今度カウントしてきました。今までは、ね、こっちの方からね、ちょっと難しい、カウントの取り方、自分にとってはちょっと難しいカウントの取り方っていうことで、だったら逆からね、カウントしていけばいいんじゃないのっていうことで、逆からカウントしました。うん。で、逆からカウントした結果ですね、ここが G です、皆さん。ね。G の後は、なんだ、A、B、C、D、E、F、G だから、G、F、E、D、C、そして B、A です。ね。うん。で、この週足のカウントの取り方、多分合ってると思います。ということは、前回ね、取ったカウントが、まあ間違ってるってことになりますね、皆さん。ね。うん。まあちょっとね、カウントの取り方ね、ちょっとエリオット波動奥が深いんで、ね。私も勉強始めたばかりなので、これはね、長期間にわたって勉強していく、積み上げていく必要があるので、間違ってる時があるっていうことは皆さん了解してくれてると思いますね。ただ前回のカウントの取り方よりも今回のカウントの取り方の方が、正解じゃないかなって思いますね。はい、ということで ABCDEFG になりますね。で A の下げ、で B の上げで C になるんですが、この C の着地が今回私たちの最高の買い場の答えになりますね。ということで、この C ですが、おそらく、ちょっとね、びっくりするかもしれませんけど、価格的に、1万2000ドルあたりまで落ちてきます、皆さん。ね。要するに、このボトムですね、一度ボトム、ここと仮定して、今までね、この上昇を、作った後のもう一度、2回目のボトム。が入ってからの上昇ね、それはこの安値を割らないっていう前提で話してきたんですけど、ちょっと変更になりますね、皆さん。で、このボトムっていうのは今までもね、たまに言ってきたんですけど、仮にここが直近のね、このバブルを崩しのボトムとして仮定はしているんですけど、もしかしたらね、これボトムじゃないかもしれませんよねっていう話は今までね、たまにしてきましたね。だからこの考え方っていうのはちょっと頭に入れておく必要があると思いますっていうことも、動画の中では今まで皆さんにね、ここができた後も話してきた話になりますね。ということで、エリオット波動のカウント的には ABC、ABC は C はね、まあ長いということでね、 A から B より長いということで、基本的にはね、週足のカウントになるとこういう形になります。で、そんなに下がるわけねえだろユキと、ね、思う方もいるかもしれませんね。だから今ね、言ったんですけど、俺はね、ここまでしか下がらないと思うよっていう方は、ね、ここで買ってってもらって大丈夫ですね。ただこれあくまでも私の分析なんでね。で、今回ね、まあ私たちはね、他のチャンネルよりも一歩二歩先を行くって言った意味はね、着地がもうどこか答えが出たからです、ね。もちろん今こうやってね、値動きしてますけど、ちょっと日足にしましょう。はい、日足で今現状ね、上にも行かず下にも行かずずっとね、横展開ですね。で、こういう時っていうのはポジション持つとね、まあなかなかね、うまく取れなくてね、結局資金を減らすことになるので、まあ今はね、ロングもショートもね、しない方がいいと思いますね。一回だけチャンスがあると思います。ね。それは、おそらくですね、ABCDE、
で E でこれで A ですね、うん、A、うん、ここで A が完了します。下りの、うん、この下げですね、この下げ、うん、でこの形かもしかしたらね、うん、ABCCEABCDD は今もう終わってますね。 D そして E、うん、っていうような、うん、値動きを作った後に、ね、これが、A です、ね、A の下げ、そして A の下げが終われば B の上げになります、ね、うん、でこの B の上げと株価の着地が重なってくる可能性があるって今見てますね、うん、そうですね。期間的には どんな感じかな。9月の19日ぐらいかな、ね、うん、9月の19日までには株価が着地しますっていうふうに見てますね、うん、俺の株価ナスダックの、ね、分析でも、うん、おそらく月末までは下落が続くと8月のね、うん、でそこで一回様子見るっていう話になってますけど、おそらく9月に食い込んでくると思います、俺の予想ではね、うん、で株価の分析は今までね、かなり高い確率で当ててきてるので、株価のナスダックの株価、うん、株価の分析をベースにビットコインを考えると、うん、まあ9月の19日まではいかないかもしれません。もっとね、もうちょっと早いかもしれませんね、うん、9月の10日とか、まあ、13日とかね、うん、そこら辺、うん、で株価が1回落ち着くというふうに見てるので、もしかしたらビットコインもそこら辺で一度 A 波を終わりにしますね。 A 波を終わりにした後は、次が何が来るかって言ったら B 波になりますね、うん、B をの上げで、この B の上げがズドーンと結構上がると思いますこれね。もしこの形の場合ですよ皆さん、今言ったのは2通りのね、下落のね、仕方話しましたけど、 A 波が終わって B の上げがおそらく結構ね上がると思うんですよね、うん、26,000 27,000 ここら辺だね、ここ、うん、のちょっと目立つところら辺まで、うん、戻りが入ると思いますね、うん、この下げのね、 ABCDE が、まあ、仮に間違ってるとしても、うん、戻りの B が入ってくるので、必ず入ってくるので、それが2万8000ドルあたりまでね、戻りがあってからのズドーンですね、 ABC になります、そうしたら、うん、っていうふうに今のところを見てるので、アルトコインがじゃあどうなるかって話なんだよね、やっぱりね、うん、もし仮にですよ、私のまあ分析がね、当たる前提でこれ話していくと、アルトコインはもしかしたらね、結構落とされるっていう、うん、ビットコインが上がれないんだったら上がれないアルトコインは多いわけですよね。まあ個別の値動きを持っているものは、うん、ビットコインと違う値動きを作ってきて、ビットコインが下げていても、うん、それから横展開している間に、うん、上昇を作ってくるっていうふうにね、一つは考えられるじゃないですか、今までの、うん、ビットコインの歴史上っていうかアルトコインの歴史上ね、うん、なのでもしね、購入単価が今現状、うん、結構まあギリギリだとかさ、握る期間が何て言うの、次のバブルまで、うん、バブルの終わりまで俺は握るぜって決めている人だったら別にいいんだけど、途中でね利確しようと思ってたとかね、そういう考えがある人はここで一つね、利確できるチャンスが来ますね、アルトコインはね、うん、ビットコインがここまで下がるとなると、アルトコインは結構本当ね、価格的に言ったら、ものによってはさ、相当、うん、やられるっていうような、うん、ところまで下げるっていうことになりますね。ね。そうでしょ？だから、まあ、これね、信用できるかって、ね、そんな落ちるわけねえだろうって思うかもしれませんけど、カウント的には可能性はあるって話です、皆さん。ね、うん、それとやっぱりね、この
ボトムの時に、うん、ここを割ってこないって保証がないですよねってたまに話してきたことね、うん、これは頭の片隅に少し入れときましょうって、皆さんが忘れていても俺が覚えてるから大丈夫ですよっていう話したことだね、ここね、うん、割ってくる可能性があるっていうことね。でそれがおそらく多分そうなるんじゃないかっていう話ですね、うん、はい、ということで、まあね、私たちはね、他のチャンネルよりも一歩二歩先を行くって言った意味はですね、まあこういう話を聞いとけば、ね、例えばね、今ビットコインが、ね、ここ A で終わって、じゃあ B の戻りがあるときに、ね、アルトコインを一回手放せるチャンスが来るんだっていうことで、考える時間ができますね、皆さん。ね。うん。で、それとビットコインの最高の買い場、ね、これ私たちのテーマになってます、今。ね。それが、まあおそらく、ね、この1万、うん、2000あたりまで、ね、落ちるんじゃないかって、ね、今言っているんですけど、まあ実際になるかは分かりませんけど、自分の分析はそういう今、ね、あの結論になっていますね、うん、だからまあなんていうのかな、戦略をね立て直す機会にもなるじゃないですかね、うん、だからそれが他のねチャンネルとはね、あのちょっと違って、他のチャンネルがどういう分析してるか俺は全然わからないけどさ、ね、うん、長期的な目線も、うん、やっぱ必要だと思うから、一応今日は、うん、こういう分析結果になりましたっていうことで、ちょっと聞いといてくださいね。でその分析結果を含めて自分の戦略をじゃあ立て直すかっていう考える時間にもなるじゃないですかね、うん、そこがまあね、このチャンネルのね、なんていうのかな、うん、いいところというかね、うん、まあいいとこだねかもしれないって話だね、うん、ね、まさかこんなとこまで落ちるだろうって俺もね最初は思ってたんだけどね、うん、この1万8000ドルあたりね、うん、までじゃないかなっていうことは思ってたんだけど、まあちょっとカウントをね取ってみたらね、この可能性あるなっていう、うん、結論になりましたね。はい、ということで一つ皆さんね、参考にしてもらって、自分のね戦略を立て直すんだったら立て直してみてくださいね。俺はこのままガチコで行くぜってね、それもありだと思いますね。どちらにしてもね、ビットコインは着地しますね。着地すればバブルに向かって半減期に向かってね爆上げすると思いますね、うん、こんなところまで下がるのにね、本当に上がるのか勇気という疑問もあるかもしれませんね。もしここまで下がった場合、多分ねここまで本当に下がってきたらみんなびっくりしてみんな投げ売りすると思うからね、うん、だってここまでの分析出してる人多分いないと思うからね、うん、ね、一応まあ他のチャンネルは見たことないけど、あまりね目の前の足元の分析、うん、してる人が多いからさ、多いと思うからさ、長期的な分析っていうのはしてる人いないでしょね。まあ長期的な分析なんて当たんねえよって思ってる人の方が多いからね、やっぱ、うん、ただ、うん、一つこれ参考にしといてください皆さん、ね、うん、みんな投げ売りが始まると思うよ、ね、特にここまで来た時の、ここまで来た時ね、ビットコインがここまでさ落ちてきてさ、おいおい割るんじゃねえのかって、ね、みんなが意外に想像しない部分だから、ここはね、うん、なかなか想像できないよね、うん、だからこれをね実際に切ってきた時にまずいと思ってみんな投げ売りすると思うよ、うん、ただ俺のこの話を聞いとけば皆さんは投げ売りしなんで大丈夫ですよねっていうのがメリットですね、うん、俺のチャンネルを聞くねはい、ということでビットコインちょっとね、こんな話聞きたくねえわって思うかもしれませんけどね、聞いとけば皆さん心の準備もできますし、ね、どうするか戦略も立て直すこともできるということで、ね、うん、逆に、うん、聞いといてよかったなって思ってくれればと思います。はい、ということでビットコイン終わりにします。これまたね、A が終わって B の上げの時にっていうのも皆さんにね、B 今作ってきてますから、ね、ここでね、アルトコインをもしね、一度、ね、処分しようと思うんだったら、ね、利確するタイミングになってきますっていう話は、まあ、後々、そういうね、動画の機会が出てくるので、まあ、よかったらね、チャンネル登録しておいてください。はい、ということで、ビットコイン終わりにします。はい、それとちょっと今、話し忘れたんですけどね、ここの G がさ、ね、これ、G なので、ね、この G の山、うん、要するにこの期間だよね、 G で A の下げ、 A の下げね、
うん、期間的にですよ。230馬だね、うん、230馬。なのでこれがさ、この B の高値からね、うん、同じ期間、うん、取ったとしても2月、うん、の終わりだね、2月の終わり、うん、ぐらいまではやっぱ下がるね、うん、ここら辺までね、うん、そうすると、ね、これ、うん、ABC ってなるわけだね、うん、はい、ということから、まあ科学的にも、うん、期間的にも2月の終わりあたりまでは、うん、下げて、でこっから上昇に向かうための、まあ、土台作りをさ、ね、うん、半減期ぐらいまでに してさ、ね、4月ここで27日だね、うん、ね、この間で、うん、土台作りしてって徐々にこう上げていくっていうような、うん、感じになってくるね、うん、って考えると別にこれ全然おかしくないですよねって話になります、皆さんね、はい、ということで、まあ長期的なね、あの分析になりますけど、まあ一つね参考にしてもらって、ちょっと戦略立て直す場合は戦略立て直す、うん、っていうことをね考えてみてくださいね、はい、はい、続いて XRP 見ていきましょう。 XRP もねちょっとこれカウントつけようと思います。またちょっと時間ください皆さんね。でこれ週足になりますけど、現在 0.517 ドルね。で今までの話から言うと、まあもう一回ねこの黄色いねレベルをまあつけに来る時が来るんじゃないのかなっていうね話してきましたけど、まあその意見はねまあ変わらないんですよね。おそらくですね、うん、まあちょっとこれまだカウント振ってませんけど、例えばこの長いヒゲありますがね、こっから週足で123、うん、っていう、まあ、波動がまずできて、で ABC みたいな途中で延長入ってますね、延長がね、うん、12345、うん、みたいな感じになってると思うんですよね、おそらくね、うん、でこれが A の下げで B のアップがあって C のダウンが入る、うん、で ABC が入ってくると、やっぱりねこの黄色いレベルあたりまで、うん、またねつける日が来るんじゃないのかなって思うね、うん、ちょっとこれ簡単に見た感じだけどね、うん、で今の価格をさレジサポーラインとかでまあ見ると、まあちょっと何とも言えないところだよね、こうね紫の、うん、このボックスのさね加減よりもね下にあってね、このサポートレベルよりもさ上にあってさね、中間あたりでさ、うん、レンジしてる、うん、日足なんかで見るとまあレンジしてるんだろうからさ、まあ値動き的にもレジサポラインで見てもな、まあちょっと判断しづらいような場所だよね、うん、っていうことは思いますね。ということで、まあビットコインと合わせてやっぱり見るとさ、この、うん、A の下げがあって、ね、まあ、A の下げがあって B があってやっぱ C があって、うん、ここの黄色いレベルやっぱりだかつけてくるような気がするなって思うね。だからこれ一回バーンってまたね上がるタイミングが来ると思うんですよね、うん、そしたらやっぱリップルをXRP をさ、まあビットコインがあれだけ下がるっていうようなさ今日分析しちゃってるから、もしかしたらね XRP も、まあ、結構下げてくるっていうようなね、うん、ことも考えられます。ただ土台を見るとさ他のアルトコインと違ってさね、うん、やっぱこう下固めてきてるからさね、下がるって言ってもそんなに下がらないのかもしれないけど、まあだけどビットコインがあれだけ下がると考えるとやっぱり不安だよね、うん、だからもしねこの A の下げで B の上げがあるときに、まあちょっとどこまで上がるか分かんないんだけどさね、うん、その時がまあこのね、うん、まあ裁判でさいい結果が出て爆上げしたんだけどね、ここで利確できなかった人が次に利確するポイントとしては
B の B のさ、高値あたりでね、一回あの手を引いといて、ね、ビットコインが本当に下げていくんだったら、XRP もまあちょっとやっぱりこのレベルまで下がってくるっていう可能性も考えて、また拾い直すこともできるよね、っていうことを考えれる時間があるということで、まあちょっとね、あのどうなるかわからないんだけどね、XRP、今いいニュースもさ結構多いからね、やっぱ、そこら辺がどう影響してくるか、まああんまりニュースには影響されない XRP だけどさね、まあそういうふうにあの見てるって感じですね。だからまあ結局一回あのアルトコインもビットコインもさ、俺は全て売っちゃってるけど、また拾う時のタイミングが来るときは皆さんにね、ここで拾いますよっていう話もあのしてくると思う、する時があると思います、ね、ただもうちょっとあのしばらくは、まあ、XRP も、拾わないと思いますね、ビットコインが、まあ、来年の、まあ、2月の終わりあたりまでどうなるかっていうのを、まあ、一応今日分析出したので、まあ、その、最高の買い場の価格、が来るあたりまではさ、やっぱりアルトコインも買わないと思いますね、そこら辺に来たらまた買う目処をねつけたいと思います。はい、ということで、今日はねビットコインと XRP の話になりますけど、まずビットコインがね思った以上に落ちると、だけどそれをそのねあの話をどう自分の、投資に役立てるかは皆さん次第になりますけど、おそらくねビットコインは結構なところまで落としてくると思うので、ちょっとね握る覚悟も必要ですよってことと、握らないんだったら売る、タイミングはここら辺になりますよって話でちょっとしてみましたけどね、まあそんなに気悪くしないでください皆さんね、バブルは必ず来ると思うので、はい、ということで、よかったらねグッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、次回の動画でまた会いましょう。ありがとうございました。